なんつうんでしょうね、あの腰をずらして左右に走るっていうことがね、あのこの GSR250 あの全然いりません。あのリーンウィズのままでね、あの下半身はあのきっちりあの固めた状態でね、もうそれでもうあの体重移動とで、あの変な話はハンドルがこのぐらいありますんでね、ハンドル使って曲がっちゃえばいいんですよ。本当にあのそういう意味でも本当そういう意味でも疲れないっていうのが大きいと思います。本当にあのよく曲がる単車です。あのまあずっとあの ST の, あの18インチに乗ってて、で久しぶりに17インチ乗ったから余計にそう思うかもしれないですけど、17インチはあのよう曲がりますね。あの小回りがキュッてきてぐーっと曲がり込んでくれます。FTR と同じぐらいあのキュッとこう曲がってくれますね。とてもいいハンドルの切れ角もあるし、もうね、あの割とねあのいい感じのペースでね、切り返して走ったんですけど、このタイヤはもうこれ端っこね全然余ってますね。これね全然まだこんだけだからいけるってことなんですね。まあでも実際もここまで使うこともないような気がしますね。もう十分もうこの辺ぐらいまで使ったらどんなカーブでも曲がれましたね。この辺の世界になるとね、もうちょっと飛ばしすぎかもしれません。これぐらいでいけそうです。つまりタイヤの太さも、まあ、あの何なんですかこれ、140、あこれ太いわ。タイヤもすごいの履いてたんですね。やっぱりは何ちゅうかあの今の単車中はいいですね。ああ感動した。まあね、あのこの峠道っていうのは、この鍋谷峠っていうのはね、僕があの初めてあの買ったその250のオートバイ、GB250 クラブマン、あのクラブマンでここに来たんですよ。確かねものすごい寒い時でしたよ。でこの上に来た時にはね、もう雪がちらちらとその舞ってくるような、オートバイにどうやって荷物積んでいいかわからない時代でね、とりあえずあのオートバイ屋行ってるタンクバッグっていうものを見つけて、このタンクバッグ買ってタンクの上に磁石でつけて、磁石でつけるんやなとかね思ったりしてね、でそれにそれだけつけてね、道も何もわからなく走り出して、で到達したのがこの鍋谷峠でした。この鍋谷峠のところでね、和歌山県っていうのが出るんですよ。で県境まで来て、その時に県境まで来たっていう、それとあと、寒さと、ハラハラ舞う雪とでね、猛烈にその心細くなった記憶のある、場所です。まあ、それからね、そこそこ何十回となく来てますけれども、この鍋谷峠、道がね非常に狭くてね、一車線なんですよ。大きな車が三何万の車がねこう来るとね、その離合が苦しいような、そのくらいの林道を舗装しただけのようなね、道です。特にあの大阪側っていうのはそれぐらいの過酷なねぐねぐね道なんですけど、それがねまたね練習にはぴったりですね。対向車が来ると危ないからね、気をつけないといけませんけれども。でまたねもう日も落ちてきましたんでね、このままね和歌山側に降りていって、また昨日みたいにね海見て走ってもいいですけど、結局あの3日連続、まあ、走りに来てるって感じなんですけどもね、あの家帰ってきてこんだけ天気もいいし日が長いし、もう出ざるを得ないって感じですね。すっかり走ってきましたよ。連休も終わりだ。はい、お疲れ様でした。奈良市が終わりました。お疲れ様でした。終わった。で、これはね、必死で7市が終わろうとしてる日のある日の、まあ、記録やったんですけれどもね。要するにね、あの俺は山に走りに行って、Google プラスで見るとね、またこうさんが串本まで行ってたんですね。で、その時のやり取りのね、スクリーンショットなんです、これ。LINE の。明日走ってくるとか
ないか、ね、どこまで行ってんねん、行っとんねん、うん、いやこれは Google プラスがあるのでね、うん、現在地が分かるわけですよ、うん、パッと見ると本宮とかねおってね、うん、どこまで行っとんねんっていうことなんです。ぴったり1000キロか、1000キロになるとね、これメンテナンス表示で書いてますけど、俺のも出ました。スピードメーターの下に黒い帯が出て、で俺は老眼なのでね、うん、こうじーっとよく見てみるとメインテナンスって出てましたよね。ベンツみたいですね。つまり1000キロになると1000キロ初回点検してくださいよ、オイル交換してくださいよ、せな飽きませんよって出るんですよ。なんかちょっと嬉しくなってきますね。これこの端子は高もんじゃんって感じですね。全部共通ではない、全てのバイク。いやいや、そのメーターがそういう機能がついてるってことやろ。ああいうのはやっぱいいですね。まあ俺なんかほらスピードと回転が分かりゃいいやろとか言ってましたけど、うん、浅かだね、間違ってました。やっぱりね、新しいもんがええです。うん、うん、そういうことなんですね。まあ、うん、こう要するにこうやってね、うん、トークをラインでトークをしてるんですけどね、うんうん、内容があんまないですね。喋ることないね。うん、いやそのままなんですよ。うん、CBR 抜かしたとか書いてますけどね。うん、親族どうでもいいね。綿高さんっつうのはね、うん、あの本当にあのコーナーっていうんですか、こうオートバイを操るのが非常に上手でね。うん、非常なぐらいね。うん、であのタイヤのグリップにあの頼った走り方っていうのをねこの人はしませんね、うん、後ろから見てるとあのいつでもそのオフロードを走ってるような感じでね、うん、ヒューッと入っていきますのでね。あとはこれリーンアウトで走ってるんですよ、うん、リーンアウトっていうのは体を起きてね単車だけ寝かして走る、押さえつけてね、うん、走るっていうやり方なんですけどね、これハンドルが高いからこのリーンアウトで走るとすごい横着できるんですよ、うん、先もよう見えるんでね、体を起こしてるんでね、うん、で単車は寝てるから曲がるというね、うん、なんちゅう横着な走り方やというね。滑ってもあなんかいけそうな感じかな。うん、まあただしねあんまりスピード出す時は使えないんですけどね、うん、ゆっくりやからいけるんですよ、うんうん、だけどでもそれでも速いけどな、うん、まあそんなあれですわ、そんなにスピードは出さなくてもいいって感じですね。そう、あの要はね横着走りですね、うんうん、もうアクションなくね体を動かすのが嫌みたいな感じで、ね、ひどい。で、まあ雨の中でねツーリングして、まあ、昨日行ってきてね分かったんですけど、あのステップの踏み替えとか、俺ステップ踏み替えて走ってたんですね、うん、いつもはこうあの土踏まずにで走っとってね、だから左に曲がる時はねこの曲がる時にその左につま先でステップをこうギュッと踏んで曲がってたりとかしてたんですけどね、うん、そのもいらないような気がしましたね、うんうん、勝手に走りますからね、うんうん、でこれはまあいろいろ試してみたんですよ、うん、これは何、これもリンアウトで走ってんかな、ちょっと見えないね。ハングしてる、ハングしたらねハンドルが高すぎてね、うん、外側のハンドルが手が届けへんようになるんですよ、うん、だからあの結局ね、まあ、しなくていいですね、うん、普通に走ってるのがいいと思います。仕事帰ってきてもうあの5時40分ぐらいやったんですけどね、なんかもうあの無性に乗りたくなった、気候のせいやと思うんですけどね、20度超えてくるとで日が高くなってくると日が長くなってくるとね、実際あの家でおることができません。結局あのセンタースタンド外して走り出してきました。一山、二山、三つくらい超えましたけど、和歌山です。知らん間にね、こんなね、京奈和自動車道、ちょっとこんなところで伸びてて、葛城西インターチェンジ、これ実はまだタダなんですけどね、なんかこのちっちゃな道の駅に未満のね、休憩所みたいなのができております。さあ、もうさすがにね、お家に帰らないといけません。走りすぎてしまいました。あのね、こう
コーナーを攻めるとかね、そういうのはないんですよ。ただこう右に左にそのカーブを連続して走ってる、それがもう記憶よくてしょうがないと。スピードも全然出てません、全然出てないんですけど、全然出てないところで記憶よく感じるようにこれ多分作られてますね、この単車、こんだけ走りに行くのがね、気持ちいいのはない。ただね、走りに行くその直前地ではね、これいつの時もなんですけどね、ものすごい不安感があるんですよ。俺はこれ出てちゃんと無事に帰ってこれるだろうか。今日もそれありましたけどね、出てきました。これからね、ちょっと無料高速、ですね、京奈和自動車道、これ乗ってちょっと和歌山の、和歌山の町の方の方角ね、西の方に向かってちょっと走ってみたいと思います。日が暮れるとですね、さすがに家の方に目指して走り始めるはずですね。ちょっと走ってみます。まあ、非常に機嫌のいい GSR やったんですけど、うん、このまあ動画を作ったのはね、もうだいぶ経ちますわ。2週間ぐらい前ですかね、アップするのはまたちょっとほったらかしにしてたんですけどもね、昨日またツーリングに行ってきました。久しぶりのメロリーナツーリングです。最近忙しかったからの、忙しかったしね、で宴会ばっかりやってたでしょ、3週連続、走りに行かずにね、ひどかった。で GSR ね、まあ1000キロ超えてね、だいたい見えてきましたね。で弱点も見えてきましたね、最大の弱点はね、やっぱ取り回しですな。今まで ST の時は軽いもんやからね、もうほんま無茶で行きましたね。やっぱこれはね、何かがあると重量がすぐにこうグラッとかかってきてしまうので、ウェイトの問題か。そうやね。でも足つきの問題もあるし、横着なことがあまりできなくなりましたね。こかさないようにいつもこう気を使ってね、丁寧に扱うっていう、そういう風になりましたね。足つきはただ単に松田さんの足が短いってことだけですね。まあね、だからそのグローバルスタンダードから見ると相当すんたらずなんじゃないでしょうかね。アメリカンな人が乗ると、まあほらヨーロッパとかでも売らなあかんと、やっぱりちっちゃいオートバイできないでしょ、やっぱね、やっぱアングロサクソン人とかですね、なんとか人っていうのはやっぱでっかいもんですのでね、やっぱそういうのがあるんじゃないですかね。アジアの人たちと、やっぱ白人とかね、こちら西洋の人たちに合わすと難しいもんがあるでしょうね。西洋の人たちが乗るとこれでもちっちゃいと思うかもしれませんけどね。ほんまにか。俺はでもね、これ本当一日中雨の中ね走り続けたんですけどね、また新たないいところも見つけましたよ。これはね、雨の中を、朝から晩まで走り続けても、どこも痛くならなかったというね。楽と、疲労しないっていうところが、どこに体のどこにも結局無理がかからんのやと思いますね、この単車。それ素晴らしい、ね、シートもね柔らかくて、俺帰って、いや、イディ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 ってあんま言えへんかったでしょ、これはね、この GSR の乗り心地とかポジションとか、クラッチの軽さ、ギアのスムーズさ、振動のなさがそういったことを助けてくれたんやと思いますね。てか割っちゃったよ、またまたね、酒も入ってますのでね、ろれつ回ってないよ、お風呂、とりあえずお風呂入ってきます。